どうも、イリです。ということで、本日も薬剤の目視録続きやっていきたいと思います。そして、前回でですね、それぞれね、英傑4人たちに、真珠扱ってもらえることの説得がついに済んで、そしたらね、このハテナハテナハテナ、謎のクエストが出現したっていうところまでやったんですけど、今日はこちら行ってみたいと思います。そして、案の定ですね、リンクのレベルまためっちゃ上がったね、43になりました。あー、ちょっと待って、あぶな。こんな服装じゃダメだよ。カイリア兵として行きましょうか、今回は。さあ、出撃する。こうして四神獣とその繰り手が揃った。時を渡るガーディアンの恩寵か、神獣を操る訓練は順調に進み、魔物に対抗する策の幅は大きな広がりを見せる。ゼルダは神獣の調整や異物の研究のためますます熱心に働くようになったが、その一方で彼女の封印の力は一向に目覚める兆しを見せなかった。やっぱさ、タイムリープした卵のおかげで、このイフストーリーの世界に入る前の現実とはやっぱもう未来変わってきてるのかな、この時点で。お、ハイラル城の中かな。うわーすごい、あ、こんな綺麗なハイラル城ちょっと初めて見たよ。いえ、お父様が苛立たれるのも当然です。ですが姫様は。今はやれることをやるしかありません。ミファーとダルケルに明朝立つと伝えておいてください。神獣のところへ行かれるのですね。承知しました。またでもお父さんが怒っちゃうんじゃないかな。あら、かわいいな。欲しいなこれ、ペットにしたい。お父様がね、力に目覚めないのは修行が足りないからだって。神獣のところへ行ったらまた叱られてしまうかしら。お、リンクだ。リンク、おはよう。ゼルダ、神獣の調整はまだ完全とは言えません。クリテとの相性をさらに高め、最大限の力を発揮できるようにしなくては。まだ未知の部分が多いですが。ダルケルさん、お願いがあるの。今度鍛錬に付き合ってほしいんだ。いざって時のためにもっと強くならないとダメだと思って。いいぜ、お安い御用だ。いいなあダルケル、うん、お前だけずるいぞ。肝心の大魔の剣を持つ騎士様がまだ見つかってねえよな。そっか、マスターソードをまだ抜いてないもんね。俺はやっぱリンクのやつが、うん、いいがだ。あなたたちは、こたびこそ。あ、待って、スッパだ。消えてもらうでござる。この人なんかコメント欄でめっちゃ人気だったけど、髪の毛やっぱちょっと面白いな。うわ、待って、いきなりスッパと戦うことになるか。うわー、スッパ戦始まった。狙うはあくまで姫の首でござる。他の者に戦力を割くな。待って、ってことはこれゼルナ守った方がいいね。危ない危ない、お前何してくれてんねん、うちの姫に。姫様、私ミファーがついておりますので、逃げて逃げてください。さあ、ここからは私が通せません。スッパどこ行った。スッパ、あ、待って、敵本陣に向かうんだった。あそこが敵本陣なんか。オッケー、ミファーで行こう。ミファーで、おっとこいつは薬剤目視録では初めてか。ヒノックス、あの首ら辺に生えてる毛めっちゃ抜きたいな、ピンセットとかで。おおおおお、ちゃんと巨体を生かした攻撃をしてくる。はい、キレ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 、オッケー、ナイス。面倒なのは片付いたようだけど、肝心のあいつが見当たらないね。確かにスッパが全然どこにもいないんだよね、まだ。街のあちこちから火が、え、
出てきた。え、あれスッパだよね。あ、スッパだ、スッパ。ちょっと待って、あ、違うわ、こいつ、こいつ誰だ、ただの幹部か。あ、あ、待って、痛い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 、スッパ痛い、スッパ痛い。ちょ、お前のお姫に何してくれてんねん。お、なんだ、あ、剣抜いた、やばい。あ、オッケー、いける。さあスマッシュ決めて。じゃあな、スッパ、こいつはマジ何者なんだ。お、追ってるぞ。消えた。まずい、まずい。あ、卵、あ、ナイスリンク。あ、いや、卵もすごい、卵も偉いぞ。あ、痛いね、チクンって。髪の毛の束すご、そんな感じになってたんだ。ナイスリンク。ならぬものにござるな。未来などたやすく変わる。みんな引くでござる。そっか、この人たちももうすでに見えてる未来のために動いてるんだもんね。それが変わりつつあるのが分かってるんだ。リンク、そのあ、あ、よかった、あ、投げ捨てた。あ、なんか訴えてるぞ。抱っこして、抱っこしてって、僕も頑張ったよって。あ、違う、いいとこ奪ったな、だ、僕が守るはずだったんだって。めっちゃ怒ってるよ、卵。ずっと怒ってた、今。ということで、イーガドン、吸収、クリアいたしました。あ、待って、姫静香ゲットした。姫静香ずっと欲しかったんだよね。あ、戻ってきた。めっちゃ増えたんだけど。やったー、また今日の夜もいっぱい遊べる。これコログの森解放戦、ついにコログの森に行けるようになるのか。これ行くか、これ行こう。最後今日これまで見て終わりにするか。コログの森解放戦、ちょっと周りのやつ本当はいっぱいやりたいのあるんだけど、このまま行っちゃいたいと思います。それじゃあ出撃する。ハイラル王は神獣のクリテたちに初めての命令を授けた。厄災討伐の要たる大魔の剣を振るう騎士を探すため、まず剣の眠るコログの森を解放するよう命じたのである。あ、もう剣自体はどこにあるかっていうのが分かってるんだね。あとは誰が抜くかみたいなところなのか。4人のクリテたちに加えて神獣の調整のために同行を志願したゼルダと姫好きの騎士であるリンクも参加することになった。じゃあ待って、この時はさ、この4人のクリテたちの中から誰が抜くのかみたいな感じだったのかな。あくまでリンクは、ま、姫を守る付き人としてついてったって感じなんだ。うわ、面白いなそれ。行こう。ハイラル王より直々に仰せつかった役目だからね。光栄に思うし、全力で臨むつもりだよ。それはいいさ。引っかかっているのはそこじゃない。やっぱ気に食わないのか。今回の作戦、どうしてリンクがリーダーってことになってるんだい？誰がリーダーだっていいだろう。力を合わせて頑張ろうぜ。もういいぞ、誰きれ。そうだ、作戦の要となるのはみんなで頑張ろう。僕の神獣のはずだよね。まったくおかしな話だよ。ま、これで僕らの足を引っ張ろうものなら、姫好きの騎士としての面目は丸つぶれだろうな。ここだけ見たらちょっと結構嫌なやつだよね。私たちはいつまであんたの愚痴に付き合えばいいんだ。はいはい、それじゃそろそろみんなに見せてあげようか。
神獣バメドウの力をね。なんだ？来た！急に来た！コログの森解放戦。え、待って、何をすればいいんだ？あーい！この子たちこの子たち知ってるぞ。あれ全部敵なのか？うわ、あれ全部敵だ。やばいやばいやばい、ちょっと待って。やばい。やばい、めっちゃ撃たれてる。ちょっと待って。お、誰もいない。そう、誰もいなかった。ちょっと待ってね。これ以上下向けなくて、あいつらがやれない。あ、これ拠点壊すとき視点切り替えた方が下向けるようになるね、これ。こっちの方がいいんだ。オッケー。僕とメドウに隠ればこんなもんさ。あいつどんな顔するだろうな。リンク、そこはありがとうって一言言うんだぞ。片付いたぞ。行きましょう。あ、意外とみんなそんな感じ。ドライなんだな。助かったとかじゃないんだね。コログの森の中も敵だらけなのかな。お、あ、うわ、待って、こいついるのか、ここに。こいつ誰なんだ。来るか。お、あ、ぼったくり。あ、消えた。なんだ今の。霧が濃いね。ぼったくりについに会ったぞ。この中を進むのかい。絶対に迷うと思うんだけど。あ、え、誰かが空から道案内でもしてくれりゃいい。心霊映像と一緒のあれなんよ。霧じゃ空からは何も見えないよ。まったく。あれ、君は無茶を言うよね。迷うだけならまだいいさ。この4人には見えないのか。あ、ゼルダも見えてない。分かったもんじゃない。ええ、めっちゃ踊ってるよ。あ、こっちだよって。あ、気づいた。ウルボザも見えてるのか、これ。どこから。あれ、待って、え、ってことはみんな無視してた今。ボクチーはコログの森の王だった。ボックリン、ボックリン、後のボッタクリン。コログの、そりゃいい。おめえ、案内してくれねえか。嫌なんかい、それは。定時上がりだったのかな。森には魔物がいっぱいで帰れないの。静かにしてれば魔物に気づかれることもないと思うけどね。まあ細かい。まあ見た目木だもんな。私らも森に用があるんだ。魔物の相手は任せておくれ。いいね。意外とリンクが乗り気なのがいいね。お、さあ、ボクチンがコログの森まで案内するよ。とりあえずじゃあ、ボックリンについていけばいいかな、これ。え、なんだこれ。切り株か？ここ実は通れるんだ。あ、すごい。え、何？ボッタクリンすごいんだけど、意外と、ちゃんと力があるんだな。あ、じゃあこれも通れるのか。うわー、すげえ。こっちは通れないのかな、ボックリン。こっちはダメか。うわ、待って、まただ。スタルヒノックスかー。マグネット式とかなんかな、これ。目、実はマグネット式。あ、そうだ、この子、投げてくるんだ。自分の身を犠牲にして攻撃してくるんだ、この子。肉体を持たないともうそういう考えになるのかな。死んでも殺すっていう言葉使えないもんね、多分。もう死んでるから。よし、オッケー、倒した。ここを抜ければコログの森だよ、キュン。ついた、ここが入り口なんだけど、変な奴らがドロドロで通れなくしちゃったの。イーガダンの仕業かもしれませんね。目ん玉どっかにあんのかな、そしたら。周りには怪しい魔物もいるみたい。そこに行けば何かわかるかも。あ、めっちゃ、4方向に伸びたね。ちょっとじゃあ、やってくるか。さあ、まず1体目やった。で、今のうちに、待って待って。ボックリン操作できるんだけど、嘘でしょ。ボックリン操作できる。ボックリン使えるよ。あ、すごい、マラカスね、攻撃してる。
あ、すごいすごいすごい。あ、めっちゃコログ召喚してる。かわいい。あとね、あの、ボッタクリン、あ、ボッタクリンじゃない。ボックリンの体でかすぎてミファーが見えないんだよね、これ。なんでこいつがビタロック使えるんだ。おりゃ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 。帰宅部なめんなよ。あ、で、スマッシュ決められる。どうなるんだ。お、あ、味方のコログたちが。すごい、みんなありがとう。コログの森への道が開いた。行きましょう、リンク。魔物は僕ちんたちで抑えておくよ。急いでね。本当に大丈夫か。お前一人で守れんのか。死ぬなよ。うわ、待ってきた、ついに。いや、お前いんのか。そしてもっと待って、ストップ。いやー、でもちょっとこれ4対1きつくないか。いや、リンク強い。リンクめっちゃ強いぞ。さすがだな。けど、いや、あいつマジ何者なんだ。やばい。いやー、やばい。ちょっと押されてきてる。頑張れリンク、頑張れ。いやー、シンプルに英傑たちのこの幻影強いだろうな、絶対。あ、まずい。いや、いった。うわ、ちょ、待て。ちょ、剣折るのなしだって。剣折るのはなしよ、さすがに。やっぱでも、狙えば姫さんなんだ。え、これマスターソードの光？うわーね、ちょっとこのタイミングで来んの？え、抜けんのか？お。あ、ちょっとずつ抜けてる。抜いたぜ、おい。ちょっと待って、ドリアでやばいんですけど。うわ、待って、持ってるんだけど。マスターモード、あ、マスターモードじゃない、マスターソード。かっけー。そして BGM が何これ、かっこよすぎるんだけど。いや、強っ、強い強い強い。ジェルダ、待たせたな。これが僕の真の力。 OK。 おー、あいつどこ行ったんだ。あ、いた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 。これ、アストル、こいつアストルって言うんだ。薬剤ガナンの辛抱者、辛抱者。おい、もうここで戦うことになる。おのれ、この上は私が直々に戦ってくれる。一旦ウルト使ってみる、マスターソードで。いや、強い。マジか、こいつ強いぞ。うわ、またお前ら、お前らなんで出てくんだよ。待て、あと、あー、リンクラリセン、いけるか。オッケー、ラストスマッシュ。くっ、剣の力、アナドレン。アストレが逃げていったようだ。おー、ということで、コログの森解放戦、クリア。いや、ちょっと待って、マスターモードゲットしちゃった。あ、間違えた。マスターソードゲットしちゃった。うわー、そして、ハイリアの服ゲットした。これ嬉しい。これめっちゃ嬉しい。ゆで卵。どこでゲットしてきたの、リンク。デクの貴様、あ、いる、よかった。デクの貴様。大事ない、その剣こそ薬剤討伐の要たる大魔の剣。主は今剣に選ばれ、薬剤を打ち倒す力を得た。ハイラルの姫巫女よ、焦らずともよい。
いずれ道は開けよう。はい。すまぬが、わしはしばし眠らねばならぬようだ。今の主らならば、いかなる運命にも打ち勝てよう。ハイラルの新たな未来よ。うわー、ということは、ぼったくりんが。あ、これさ、極めたら、ぼっくりもめちゃくちゃ強くなるのかな。鼻そんな感じだったんだ。鼻ってかもう何なのそれ。ヒゲなのかな。ちょっと待って。中にコログの実が入ったマラカスを愛用してるって、これ、ちょっと待って。え、うんこ入りのマラカスってことこれ。そうなんだ。ちょっと理解できないけど。そして、あ、メインストーリーも一応出たね。いや、ちょっと待って。これ今日の夜やばい。パーティーなんだけど今日。やったーパーティーだ、パーティー。あ、そしてまたハテナハテナが出てきたな。じゃあこれはね、次回にしようか。ちょっとマジで、ちょっと今日本当にパーティーでこれ。やった。ということで、じゃあまたね、次回引き続き、続きをやっていきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後に良ければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次回の動画を見てください。バイバイ。